ようございます、おぼちゃんです。お久しぶり、本日は7月23日なんか祝日ですね、はい。まあ、まだね、インターネットの方はね、家は開通してませんので、まあ、この動画をね、いつ上げるかは、まあ、まだ分かりませんけど、まあ、ちょっと下界にね、降りた時に、コメダコーヒーとかでね、Wi-Fi 借りて、ポツポツと動画を上げてる次第でございます。まあ、本当はね、7月の8日、8ですね、8に、まあ、高知の予定日だったんですけど、まあ、その日がね、なんだろう、まあ、いろんなところでね、今回は長雨で、災害とか起きてますけど、まあ、そういうレベルの、ね、雨がここ、東濃地区ね、降りまして、まあ、土砂崩れもね、この近辺で、まあ、2、3箇所、まあ、小さいのはもっとあるんだけど、来ましてね、まあ、その日がちょうど工事日で、まあ、電話あってね、ちょっと行けませんと、この雨では行けませんってことになりまして、じゃあ次いつなんだって聞いたら、31日ってことでね、もう早くしてよって感じなんですけど、まあもうしょうがないと。なので、まあ、あと1週間ぐらいですね。したら、まあ、テレビもね、今映りませんからね、ひたすら私はね、一月ぐらいのラジオですね、なんか防災無線でラジオ入るんで、ラジオでひたすら耐え忍んでおります。はい、そんなね、まあ、昨日天気良かったね、暑かったんですけど、まあ、今日からまたちょっと天気がよろしくございませんと、1週間ぐらいね、曇り雨みたいな続く的な感じですけど、梅雨今回長いですね。梅雨前線のこのね、居座り方たまりませんね。まあそんなことですけど、今日はねちょっと世田谷のお店やってる時に、乗ってたね、原付き、元コンポちゃんをねちょっと取りに行きます。まあ那須、本当はね、那須の方に、行く予定だったんですけど、まあ、ちょうどね、預けたる友人が、まあ、なんか静岡の方に出てくるみたいな、そんな感じなんで、帰りでよければお渡ししましょうみたいな感じでさ、ということで、本日の集合場所は、韮崎、山梨県韮崎、言うても、ね、那須よりは近いけどそこそこあるよそこそこあるよまあ夕方5時に韮崎の、ガストで待ち合わせってことだね。まあゆっくり時間はたっぷりあるんですけど、まあ、片道4時間半ぐらいね、下道でね、かかりますので、まあ帰ってくる頃にはもう夜ですね。そんな感じなんでね、ちょっとまあゆっくりのんびりと行きたいと思います。まあ、無事に到着できるのか、高速走ったところでさ、なんかもうこいつ80キロ以上きついんだよね、車的に。なんか80キロ以上出すとね、なんかハンドルちょっとプルプルするしさ、まあだったらまあのんびり早めに下道で行こうかなと思ってね、やっております。そんなことでーす。最近はね、なんかこの辺だけなのかじゃないと思うんだけど、小さい虫がね、なんか午前中多くてさ、ほんと小さいんですよ。なんとかキノコバエっていうのかな、あれ鬱陶しいですね。キリがないね、なんか網戸をくぐっちゃうみたいなさ、そんな大きさだからね、あれ参っちゃうね。
はい、現在南木曽町に入りました。時刻は10時18分となっております。雨がね、降っております。木曽川と並行してね、ひたすら19号線を、登っていく、そんな感じですね。まあ涼しいね、21度ですからね。まあエアコンもいらず、一応効くんですよこの車はね、エアコンそこそこ、まあでも今日は、まあ、気温的には快適ですね。なんきそ今日を走っております。市に入りまして、19号線から右折しまして、Google 先生の言う通りに走っていきたいと思います。あと2時間ぐらいですね。ちょっと早めに着いちゃうかな。305号線ですね。こちらは入って、まあイメージ的には19号で行って20号で下る感じだけど、そこの、まあ、おむすびの頂点の部分をキャンセルして横に移動する感じですね。ただまあ山を抜けるのかなこれちょっと分かりませんが、のんびり行きたいと思います。はい、引き続き305線を走ってます。下西城入り口、というところですが、正面の木がね、あれ傾いてるか、大丈夫かいや、今住んでる近く、ニュースにもなりましたけどね、あの大久手、水波市のね、大久手ってところの木が倒れましたけど、これ怖いなあ。まだまだ降りますからね、ご注意してください。はい、岡谷市に入りましたね。気温は18度っていう表示がありました。結構涼しいですね今日ね。半袖で1枚できちゃいました若干涼しいです。あとはひたすら今登ってましたね。あとはひたすら下りで
と岡谷市街に行くのかな、インターに行くのかな。天気は相変わらずこんな感じですね。残り1時間半ですね。はい、降りてきました。ちょっとね、早く着くんで、宮崎の先にあるハードオフにね、ちょっと寄り道して、まあ、ちょっと戻る感じになると思います。それではまた降ってきたな。山梨県に入りまして、北杜市です。若干晴れてきたね、気温は21度。いや、眠かったな途中なんかね、ちょっといい温泉があったんで、帰りに余力があったら入りたいと思います。あと39分、時刻は2時になってますね。市内を走っております。今ね、ハードオフ、まあ、オフハウスって言うんだけど、あ、こっから韮崎市か失礼、でかかったね。まあね、あのスピーカーとかはもとより家具とかね、あんなもんもなんかわけわからんビンビン品とかも、ね、いっぱいあってね、なんかいい感じでした。まあジャンク品のね、100円でシガーソケットに挿す LED の照明を買いました。ついてますさて、ガストだな。あそこは待ち合わせ場所だから、ガストに入りましょう。それではさあ、元コンポを積んだので帰りますよ。何時になるかな。連休初日らしいからね、混むかもしんないね、この20号線は。今6時でしょ、10時、まあ、休憩とかして11時過ぎるかな、こりゃはい、そんなことで、曇り模様の韮崎市でした。いやー、この辺景色いいね。釜無川沿いに今走ってますけど、まあ開けてるなんかこう山の方もいいっちゃいいよね。まあでも川がこれね、今回の雨すごかったんだろうな。だいぶ根こそぎ持ってかれてますけど、出てきましたね。ちょっと現在7時4分、まだまだあと3時間20分ぐらい走らんとあかんねまあ夜の ドライブはね結構好きなんで、
楽しいですけど、どんな車であれね、ドライブは楽しいもんです。一人であっても楽しいもんです。夜景がいいですね。